この先何があるんだろうっていうちょっとワクワク感と、うん、何か予定調和では全くないものがそこに待っているとういうて後編はラジオ DJ の秀島さんを迎えて海外トークヨーロッパ各地の情緒のあるスポットを語ってもらったにゃそんな秀島文香さんですけど。はい 大学生学生生までで海外に結構行かれててたっていうあ、ね、そうそなんですよ私あの、うん、小学6年生の時にアメリカに引っ越しまして、はい、その高校3年生までアメリカだったんですね。とその後も夫の仕事の関係でベルギーにですね、はいうん、住んでたっていうことがあって。はい、というように海外生活も長いゲストの秀島さん。 特にヨーロッパの路地裏に興味を持ち。そこで遭遇したものを写真に残すのが楽しいんだって。その理由って。西島さん、なぜそもそもこう路地裏をですね。うん、好きになったのかなって、ちょそのきっかけ聞きたいんですよねあ。あの旅自体とても好きなんですね。うん、で、それまでは路地裏の面白さに気づく前までは。割と王道大好きみたいなガイドブックに載ってるもの。 スタンプラリーのように「うんうん、よしコンコールド広場チェック!」みたいな感じで「OK 凱旋門」みたいな感じでやってたんですけれども、うん、な何かこう気まぐれでというか一本そういえばこういうところ入っていくと何,何やってんだろう起きてんだろうって入ってみたらそれはね確かアジアの街だったんですけど一歩入るともう人住んでるのみたいな感じで<ー>で。 お母さんとおばあちゃんがその小さい低いこのプラスチックの椅子に座ってテーブルでなんんんかこう餃子っぽいものを包ででたんですよ夕飯の多分準備なんですよあって話しながらあって話してお茶飲んでみたいなこれってすごいその国の人たちのありのままの生活の姿じゃんってでこっちもこっちでなんかハローみたいな感じですると向こうもニコってしてくれて。 なんかお店ととかでねや,るやり取りりいうよりはう、うん、営業ではなくみたいなうん、うんね、それで道に迷った時は学校帰りの小さい子どもにこうこうこう身振り手振りでここ戻りたいんだけどどうすればいいかなお願いみたいになると「こっちついてきて」みたいな感じで <laughs> なんかもう本当にアニメの世界みたいな感じなんですけど <laughs> それはもう一本入らなないいと出会えないですね,、うん、ねなぜなら未知なことしかないからっていう。うんうんうん 何か予定調和では全くないものがそこに待ってる、ね、そ,ううそういうことが記憶に残ってますよね旅ってハプニングが結局残りますよねガイドブックに載ってない隙間が何かか記憶に残っるかな本当にそうですねそんなガイドブックに載っていない現地をありありと感じられる路地裏その魅力が詰まった写真を見せてもらったにゃ今日お写真が、うん、はい、っとご用しました。 こちらはですねギリシャですギリシャの旗自体も国旗もなんかこうブルーと白みたいなまさにその景色その通りだなって思いました空の青さが尋常じゃないですね尋常じゃない抜ける青さってこれだなみたいなしかも太陽を遮るものがもう本当なくいってこれ路地裏で茅ヶ崎の夏とはやっぱ感覚違うんですか悔しいけどなんかブルーはギリシャもうやるなみたいな感じでどっこいどっこいと言わせてください。たい この看板ちょっとご覧ください。なんか昔のギリシャの鉄人みたいなテルマエロマエの世界みたいな。まさにまさに神殿みたいなことやってんじゃないでか？インターネット。でもはっきりとインターネットカフェとかって書いてあって。パソコン使ってるよ。パソコン使っててでもこの格好みたいな。これ看板ってことはここ入り口なんですか？ここが入り口みたいです。えすごいやっぱりめっちゃギリシャギリシャしたですよね。すごい。しかも奥ゆかしい看板ですねこれまた。 ピピカピカじゃなくて色味もね本当になじむようですしおしゃれですよね日本でネットカフェの看板作るとしたらし、うんうん、もっとなんか24時間ってうそうなっちゃうと思うギラギラいきますよみたいな海外の人がイメージするジャパンの看板みたいな感じですけどこういったところもこう土地柄っていうのを見つけられて楽しいですよね,ね、うんうん。おしゃれだな続いいては秀島さんんが住んでいた ベルギーの路地裏これはね住んでたベルギーのご近所さんなんですけど、うん、左側は何ですかこれはな,なんかね雑貨屋さんなんですよね屋んんですあ屋台的なあれじゃないんですねなんかちょっとした張り出してるみたいな感じで、うん、いろんなものを売っててまあ食料品も売ってましたし石畳いいですね石畳はねやっぱり風情がありますよねヨーロッパ石の街っていう感じで 奥の方までこの先何があるんだろうっていうちょっとワクワク感とかつこの旗なんかもね勝手にお店の人がんか飾っちゃったみたいな感じですけどすすごく可愛らしいでんか意外と東京で言うならこの写真だけですけどちょっと高円寺っぽい雰囲気というか確かにねお店の人が勝手に旗張る感じとかありそうありそう。 これはですね。ね急にちょっとこれもまた違たう。これはサックスフォンっていう楽器ありますよね。サックスはい。はい。はい。ね、大きいオブジがもうこういうの街。すごい。すごい。ね、アートのア,<ー>アートな街なんですけど、めっちゃサックスフィーチャーしてて。なぜなら。うん、このサックスという楽器を作った人ってベルギー人で。へえ<ー>。で、その人の出身地が。 このディナンという街なんですでこの人アドルフさんっていう方組んでもらえるんだと思いますなんかちょっと某夢の国のねベンチみたいな感じになりますけれどもここまでサックスに全振りしてる街ってないですないですよね本当にでね毎年そのコンペティションというかサックスのその大会が行われて日本の方も結構あの出場して賞もらったりとかしてるらしいですねでえっと楽器といえばですねいろいろなところに あのストリートピアノってよ最近日本,でも、ね、日本でも見るようになってやっぱり本当にピアノがいっぱいあると思って勝手に弾いていいんですかこれいいんですいいんですね<の>しかもやっぱさっきのサックスの時もですけど、うん、なんかちょっとアートっぽい感じでそうなんですただ真っ黒のピアノがドーンってあるだけじゃなくて、うんうん 何かこう施されてこれも何か開閉式になってて昼にななると開くみたい音楽は日常にあるんでしょうねだからこそ誰が弾いてるのさ怒ったりもしないし。って割ともう何か超絶テクニックみたいな人がガーッと弾いてたりすれば習ってる女の子がちっちゃい女の子がちょこんと椅子に座りなんか弾いてみたりみたいなのであったりと一服の清涼剤みたいな感じでね和みますよね。 そうして、オランダの路地には、こんなものまで。これもね、街の中でいろいろあるねっていうことで言うと、これなんだと思います、このデザイン。ね、なんかワンちゃんのスプレーアートみたいな。そう、そうなんですけど、ワンちゃんのお尻、ご注目ください。あら、あら、落とし物。そう、ワンちゃんの落とし物。オランダ語読めないので、超わからないんですけど、おそらく。その落とし物を、飼い主さんじゃ、それ。 袋に入れてこちらに捨てられますよみたいなためのだ持って帰る系じゃないですね落とし物がですねしっかりとこう受け皿があるよということでしかもなんかおしゃれというからこの色の配色とか素敵じゃないですこういう見つけるのも路地裏散歩の醍醐味ですねこれはねイタリアに イタリアで見かけたんですけど立ち入り禁止ってやっぱなんか全国共通というかバンク共通ですよね進入禁止進入禁止が誰かがちょっくらい遊び心でステッカーがスケートリンクと見立て白を追うよそうなんですバンクシーみたいな感じ遊び心ありますねありますよねやっぱこういうの海外で見るとなんかクスっとするし柔らかく受け止められるっていうかね そして路地裏から出てスペインの海辺へといえばということ海沿いに遊歩道があって本屋さんがまたこれもパカッて開くスタイルなんですけど本屋さんんがあるですよ、こんな海のの目前に海、眺めながらね読んだりできるペーパーバッグでも買って何本読もうかなみたいなのをここで皆さん選んだり。私、読書する なんか聞い散ると本当集中力がないタイプなんで。あのなんか集中できる環境を流してるんですよ。家で読む時。でそれこそ海の音とか流してて。本物の方がいいに決まって。そうですね。めっちゃ人工的な。さっきこれ。ループしてるみたいな。デカミちゃん何やってんすか。こういうのあるといいですよね。なんか Q. O. L. 上がるって感じですよね。結構。 いろいろいろなもがねななんかね自動書とかもいっぱいこうあるんですよ子どもの絵とかもあって大人もペーパーバッグでスペーススラーとかもありますし、うん、写真集もあったりしてだからそれぞれみんな、ね、子どもから大人までおばあちゃんもそうですけどうん、うん、私はこれみたいな僕はこれ、うん、みたいな感じで選んでかみんなででみなしめる<で><そ>どこがレジなんだってちょっと気になりますよね。<laughs> 世界一美しい本屋さんとも言われているんですけど本屋さんなのこれ。すごいなんかおしゃれなお店って感じ。世界最古のアーケードって、そのショッピングアーケードの中にある本屋さんで、もともとダンスホールだったっていう。あ、ほらこんな風になっている。すごい綺麗。で照明もすごい綺麗でしたし、もう入っただけで背筋が伸びるみたいな。 イノベーションしつつなんかちゃんとね残ってるのが残していますよね。いいねお寺だったけど本屋さんにななりましたとか、うんうん、元銭湯だったけど今本屋さんですとかなんかいろんな形で第二第三の人生みたいなのをその建物がう持つと素敵ですよね。雰囲気のある本屋さんだけどチェコでは図書館が異世界みたいなんだにゃ。俺は。 チェコなんですけどねすごいこれもねはい。ぜひ死ぬ前に行きたい本屋さんみたいな図書館なんですけど本当、うん、美術館ですかっていう中に入ると天井絵がすごい<ー>そしてうここもう上どこから見ていいんですかみたいな感じでね,ねここでしか読めないものとかもあるんですよね,、うん、ねここにしか保管されてないものとか 本にまつわる旅っていうのもしてみたいですね。ねえ、うん、なんかたるいことでもやっぱロジウラ行ってみるとか、図書館行ってみるとか、ベルギーに行ったらやっぱりどうしてもあのワッフル食べてションベンコゾ見に行くみたいな。そうそうそう。もうそのそれももちろん楽しいけど、ちょっとねあの違う道で行ってみるとか、そうですね。かもしれない。というところで、はい。ですかね。駆け抜けるようにロジを駆け抜けるようにお写真を見てまいりましたけど、ありがとうございます。やりですね。もう hide もいろんなもの好奇心旺盛なんで、ね。うん。これからも路地散歩 続けたいっていうか続けていかれるんですか。またいろんな写真がたまったら、うん、<あ>ぜひ遊びに来ます。えー、はいお待ちしてます。<laughs> はい、また変な看板もこっちもね。<laughs> そうですね。いろんなこう街をちゃんと見て探しておきましょう。うん、ということで秀島真さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。